8月31日火曜日、東京2020オリンピック、レスリング女子53キロ級で、見事、金メダルを獲得した、向田真優選手が結果報告のため、志土地コーチと共に刈谷市役所を訪れました。勇気を与えていただいたのかなという感じがしました。これは素晴らしい選手の活躍 です、ね、やはり彼や人のスポーツ進化の大きく貢献をいただいているということで、今回ですね、チームの栄養賞を授与させていただきたいと思います。すごく動きが速くてびっくりしました。最後まで諦めないで試合をしていることがかっこいいと思いました。攻め続けていたところがかっこよかったです。オリンピックに出るだけでもすごいのに金メダルも取っているので本当にすごいと思いました。すごい接戦の試合戦いだったので見ていて私もドキドキしました。タックルの入るタイミングと正確さとスピードがとてもすごいなと思いました。向田選手、オリンピック金メダルおめでとうございます。刈谷レスリングクラブの、監督をやってます小森です。まあ、小さい頃からね、見てると思うんですが動きだとかね機敏に動いて本当に将来取るんじゃないかってやっぱり思ってたらやっぱりしっかり取ってくれました。おめでとうございます。向田選手、金メダル、おめでとうございます。オリンピックの際は応援していただき、本当にありがとうございました。たくさんの応援が本当に力になりました。次のパリオリンピックでは2連覇できるように頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございます。それではもう一度いきます。こちらのカメラを見せお願いいたします。いきます。3、2、1。ありがとうございます。3、2、1。5歳の頃からレスリングを始めて東京オリンピックで金メダルを取ることが私の夢だったのでその夢を叶えることができて本当に嬉しいです。今回金メダルを取ることができたので次のパリオリンピックでも金メダルを獲得できるようにまたこれから頑張っていきたいというふうに思ってます。オリンピックの際はたくさんの応援をいただきありがとうございました。皆様の応援のおかげで無事に金メダルを取ることができました。またこれからも頑張りますので応援のほどよろしくお願いいたします。